身長ビヨン医師学科科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしていただいたチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけども、騙される患者たちってことですね。まあそういったねちょっと強烈な題名にしたんですけども、まあ、やっぱりちょっと事実かなというところでお話しさせてください。で別にその何かすごくなんか社会を否定するとかそういった言葉ではないので、まあまあそこまでそのなんていうかな、まああんまりそのなんかネガティブすぎるような印象で受けて、まあ、見る必要ないんですけども、まあ一応やっぱり皆さんも知っておいた方がいいかなということでお話しさせてください。まあ騙されるっていう言語も別にまあ変な話なんだけど、お医者さん側も騙してるつもりはないと思います。私から言うとね、ただ単純にまあ知識レベルが到達していない、そういった表現が多分正しいのかなというふうに思います。あとはまあその時間的な制約の問題かな、それも大きいかなっていうところになります。騙されるパターンちょっといくつかあるんですけども、まず一つ目で一番多いのが、まあいわゆる近くのまあいわゆる専門じゃない先生のところに行って超漠然とした解説を受けて、漠然と様子を見てそのまま終了して気づいたらすごく小さくなっちゃった、どうしたらいいですか身長先生って相談来るパターンです。これ結構多いです。これに関して言うともう完全にそのお医者さん側もそういう騙すっていう知識がなくて、まあ、本当にその単純に低くなろうが低くなかろうがとりあえず病気か病気じゃないかっていうことしか興味ないので、まあ、そこでまあ病気じゃないかあと様子見ていいですよっていうところでお話しするだけなんです。なので、まあ、それも騙してるわけじゃないんだけど、患者さんがすると結果としてはその騙されたというかなんていうかそういった表現に近いような状況に陥ってしまうっていうのはかなり多いですので、まあ、そこは多分注意が必要かなというところで、そのね、これから私、まあ、20年間かけて皆さんに最終身長予測をね 70% の 人に広めるってことをやっていきますので、そういったのが広まっていけばこの問題をおそらく解決するのかなというふうに思っています。で騙されるパターン2ってことで、これに関して言うとすでに治療を受けているんだけれども点々点々とかですね、自費で成長ホルモンやってるところは私以外のところにもいくつかあります。で、もちろん別に否定はしません。ただちょっとあるあるなのが、やっぱりそのまあ一つはちょっと言いにくいね、これ YouTube と言いにくいね、まあただその中でまあいくつか私としてはまあ極めて賛同できないというかですね、そういったような、クリニックがありますよって説明になります。まあ特に自由診療ですので最終的にはその先生の判断っていうところになるので、まあねあっちも私にとってもしかしたら否定的な意見もあるかもしれないので、まあ私からね実名を持ってお話することはできないんだけども、成長ホルモンで投与する方法だったりとかね、製剤の選び方だったりとか、まあそこら辺がちょっとこれはさすがにダメでしょうっていうことを思ったりするケースもしばしあります。あとはですね、まあ例えば、まあ、プリモボランとかまあ、リュープリンとかそういったものの使い方だったりだとか、正しく栄養補充が行われているかどうかとか、あげればキリがないんですけども、そこの、まあ、細かいところですよね。悪いっていうわけではないのかな、まあ、だけど、まあ、少なくとも、まあ、私からすると皆さんにはですね、まず適切に判断して、まあ、一番いい治療を受けるっていうのが、まあ、一番いいというところで当たり前なんだけど、まあ、そういった気持ちでね、病院選びとかしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、特にこれ身長ってまだまだこれから伸びていく産業ですので、これからさらにそういったおそらくちょっとまあ悪いクリニックというかですね、まあ、ちょっと良くないクリニックとおそらく増えてくると思いますので、ぜひそういったところね気をつけていただければと思います。それではまた。